はい。長岡の元祖インフルエンサー、えっと、ヒルビル法則局のマコネーです。<laughs> インフルエンサーなんていう言葉がなかった頃にインフルエンサーの方どうしてましたが、もう引退して結構だというか、再起動したばっかりみたいな感じなんですけども、えっと、今日も映画は大人の教科書やっていきたいと思います。最後までご視聴お願いいたします。今週はね、 我と方が、方が3本立てなんですが、内容の濃い、濃い映画ばっかりで、要注目ですよ。このポッドキャストでは、新潟県長岡市にある t j ョイ長岡、シネコンですね、シネコンの t j ョイ長岡の情報を発信しております。ですので、えっ、ー、と、他の地域でお住まいの方、 どうでしょうかね。まあ、あの、えっと、メジャー映画は大体押さえてあると思うので、最後までお聞きになってみてください。またね、あの、最初の方に、えっと、サムネ、そう、サムネに載ってるえっと、映画以外のお話はしないので、えっと、自分の、 興味ある映画がサムネの中になかったら、まあ、そこはスルーしていただいた方がいいかなと思っています。ただね、えっ、ー、と、私の何気ない映画のお話もちょこちょこ入ってくると思いますので、楽しみにお聞き、最後までお聞きください。で、今週は6月2日から t イ長岡で公開される新作を3本ご紹介していきます。ご紹介するのはこちら。怪物、誰だ,だ。で、渇水。そして、共に生きる。ですね。 はい。まあ、共に生きるは映画館で予告編見てないけど、怪物も活性もね、えっ、ー、と映画館で私予告見たな。うん。まあ、早速怪物からお話ししていきたいと思います。さあ、えっ、ー、と、これ、えだ、か監督。<laughs> 小ふっ。監督で間違いないんですが、 すいません。お名前が読めませんでした。<laughs> はい。怪物ダールだ。6月2日公開ですね。このあの、結構予告編をあの見られた方は結構衝撃的な印象を持たれるんじゃないですかね。まあ今週のね、えっと、怪物も活性も結構ね、あの、心臓にも,もうあのグギグってくるような、まあ、社会派映画ですよね。うん。で、まあシリアスな展開。 で、まあ、最後はどうなっていくんだろうということ、本当に、あの、好奇心をかきたてられるような映画なんですが、まあ、早速ね、今回から、えっと、映画 .com ではなく、えっと、TJ 長岡の方で、ちょっと予告編、予告じゃなくて、あの、こんな内容だよってのが書いてあるんですよ。それがなかなかね、うまくまとめた,たので、そこを読んでいきたいと思います。はい。大きな港の、ん <laughs> 大きな沼違う。 大きな、ええなんだっけこれ。えあれ <laughs> やばいな。ちょっと待って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 。これ、そのまま、えっと、放送できない。ちょっとストップ。大きな湖。<laughs> 湖が読めないって、私ちょっと大丈夫かよ。よろっと地方省が <laughs>。大きな湖のある郊外の町。息子を愛するシングルマザー。生徒の思いの学、生徒思いの学校教師。 そして無邪気な子供たち。それはよくある子供同士の喧嘩に見えた。しかし、彼らの食い違う主張は次第に社会やメディアを巻き込み大事、大事件になっていく。そして、嵐の夜、嵐の朝、子供たちは、忽然と姿を消した。そうですね。まあ、こういった内容なんですが、まあ、あの、うんと、予告編はまさにその通りなんですけども、えっと、なんて言うんだろうね。うんと、 まあ、まあ、どれくらい前かな。私の、えっと、まあ学生の頃にあったんで、モンスターペアレントとか、まあそういう言葉もありますが、あのー、そういう話じゃないのかもしれないなと思ってます。はい。予告編見る、見ただけだと、あの予告編から受ける印象だと、まあそういう話ばっかりじゃなくて、なんかね、うんと、を、双方に食い違う。 まあね、あの、横系の中に、あのー、お母さん役のね、方が、あの、私は、絶対に、人間と話してるんですかみたいな感じのね、えっと、セリフがあるんですよ。私は人間と話してるんですかだったかな。そう、まあそこなんかほんと最後、ドキッとくるような感じなんですけども。この映画ね、万引き家族や、あ、万引き家族でカンヌ映画祭、映画祭、パルムドールを受賞した小枝、 監督が映画、花束みたいな恋をした、いやテレビドラマ、えっ、ー、と、大豆で、<laughs> 大豆レントワコと、<laughs> 3人の元夫などの人気の脚本家、坂本雄二によるオリジナル脚本で描くヒューマンドラマ。音楽はラストエン,パラエンペラで日本人初のアカデミー作品賞を受賞し、2023年3年月に他界された作曲会。 坂本龍一さん。坂本龍一さんの映画における遺作になるのかなうん。です。そう。まあ、怪物とは何かっていうところが、まあ、登場チーズそれぞれの視点を通して怪物を探しに、探しの果てに訪れる結末っていうことで。いやー、これね、んと、 ああ、なるほどね。えっと、また LGBT、最後にこんなこと書いてある。また LGBT やクイアを扱った映画を対象に送られるクイアアルバム、クイアパルム賞も受賞してる。クイアパルム賞だって。これ私見に行かなきゃいけないんじゃないもしかして。これ私見て感想を言わなきゃいけない言うべき映画なんじゃないかもしかして。そっか。の、え、 この、この、この、この流れの中に、えっと、LGBT もクイアもどこも入ってこないような感じがするんだけど、まあ、まあ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 、えっと、子供同士の喧嘩、あ、子供同士の喧嘩の中に LGBT とかクイアっていうのが入ってくるのかもしんないな。今、そんな気がしました。まあ、とりあえず置いといて、えっと、うん。あ、ここに、あ、ここに書いてあるな。あの、さっきお話したのと一緒な。 うん。えっと、ちょっと話が、なんかちょっと興奮しちゃって、話は前後しますが、まあ、この映画ね、えっと、坂本隆一さんの、あの、遺作のようですね。はい。で、まあ、えっと、パルムドールを受賞した、えっとね、カンヌでパルムドールを受賞した小枝監督の新作ということなんですが、もう一度ね、内容を読むと、大きな湖のある郊外の町、息子を愛するシングルマザー、生徒の思いの、生徒思いの学生、 高教師。そして無邪気な子供たちが平穏な生活を送っている。そんなある日学校で喧嘩が起こる。それはよくある子供同士の喧嘩のように見えたが、当人、当時、当人たちの主張は食い違い。それが次第に社会やメディアも巻き込んだ大事へと発展していく。そしてある嵐の朝、子供たちが突然と姿を消してしまう。という話なんですが、 えっと、この最後の方に、えっと、書いてある LGBT やクイアを扱った映画を対象に送られるキーア・パルム賞を受賞してるってところを踏まえると、おそらくね、子供たちの喧嘩の理由、喧嘩の理由っていうのが、あの、セクシャリティに関することなんじゃないかな。とま、ここにね、ちょっと、あの、チラシがあるんですけど、チラシを、実は初めて見る。チラシを見る限り、 えっと、そのような記述は一切ないですね。うん、一切ないんですが、おそらく、まあ、子供たちの喧嘩の内容っていうのが、まあ、性、まあ、セクシャリティに関するものではないのかなっていうふうに予想してます。そう、まあ、そういう意味じゃ、まあ、みね、実はね、えっと、この、この、これがね、えっと、公開される前日に、あ、このね、動画が公開される前日に、えっと、ターを見に行ってる予定です。はい。<laughs> で、ターンに関しても、もしかしたらぜひね、あの、ターンの感想を、えっと、動画にしたいなと思ってるんですが、もしかしたらこのね、えっと、映画も行くかもしれない。 まあそんなわけでですね、うんと、まあこういった映画なんですが、私にとってはね、えっと、まあ予告編の中を見ると、あの、お母さんがね、シングルマザーのお母さんが、まあ猛烈な勢いで先生に食い下がるっていうシーンがあるんですけど、まあそれにはね、私ちょっとね、えっと、にがいい思い出というか、あまり思い出したくないような思い出もあるんですが、まあ、次いでなのでちょっとお話ししたいことがあります。 はい。私にとって、あの、すごくね、大好きで重要な、あの、友達なんですが、もともとね、えっと、とある小学校の先生でした。体育の先生で、まあ、子供たちからも慕われて、とても素敵な先生だったんですよ。子供思いでね、えっと、生感も強く、優しく、そう、私、一緒に、あの、飲み行っても、私はどんなに酔いつぶれてもしょうがないな、まあ、ことは中に投げて、えっと、送ってくれるって感じの、えっと、彼だったんですけども、あまあ、 えっと、私と恋愛関係があったってわけじゃないんですけどね。えっとね、実はあのー、あの、あの、同じようなこん、あのね、子供同士の喧嘩じゃないんですけども、まあ、あのー、女子児童、小学校、児童のね、女子児童からの通報みたいな感じで、えっと、お母さんたちが動いて、最終的に学校を辞めるっていう感じに追い込まれたっていうことがあります。まあ、何かというと、えっと、エロい目で見ていると。 エロい目で見られたと。そう。そんな先生じゃないんですよ。そう。でも、まあ、あのー、あのー、まあ、子供にはそう見えたんでしょうね。じゃあ、エロい目って何って、まあ、私は思っちゃうんですけども。まあね、まあね、あの、うんと、男性のね、エロい目って、まあ、女から見ると分かっちゃうかもしんないですよね。<laughs> そう。だって、私でもなんか、あのうんと、 あ、こいつエッチなこと考えてる。あ、エロい目してるって思うでもね、まあ、大抵の場合は、まあ、あの、女性の勘違いかもしれない。勘違いじゃないかもしれない。でもね、まあ、あの、んと、まあね、エロい目で見られるのを嗜観って言うんですけど、まあ嗜観、嗜って言われれば、 まあね、本人はそんなつもりじゃないって言っても、まああの、うんと、立場が弱くなっちゃえば、まあ多数派、女性の方が圧倒的にそういうことウ関するあの勢い、バーバーババっていう勢い強いですからね。まあそんな感じでね、最終的にあの、学校辞めるってことになり、まあもう先生も辞めちゃったんですけどね。まあそんなことがあって、 な,なんなだろうなぁなんて、この横を見ながらなんだろうなぁなんて、ちょっとね、あの、あまり気分いい感じはしなかったんです。でもね、もしかしたら、この映画は私が見なきゃいけない映画の一本かもしれませんね。そう、まあ、行ったら、もし行ったら、えっ、ー、と、皆さんに、えっ、ー、と、こういう内容だったっていうのをご報告したいと思います。そんなわけで、次の映画も、 なか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 心臓をえぐるようなね、もうよく、ね、予告編見ながらもう涙が出そう。予告編ね、予告編を、あの、イヤホンつけながら、じっくり見るだけで私泣ける自信がある映画です。次の映画はこちらです。まあね、あの、うん、っと、 この動画をお聞きになった方で、活ーの予告編を見てないって方は、まあ、この映画行くか、行くかどうかは別としてね、見てないって方は、まあ、ぜひね、あの、うんと、見てください。あの、きっとね、あの、わずか1分で泣ける。そう。まあ、それからね、まあ、見事な予告編なんですけど、まあ、この予告編のこの後、この結末はどうなるんだよ、 っていうふうなのがもうほんとね、いや、これもね、見たいなぁ。ほんとこれもね、見たい映画なんだよなぁ。いや、どうしようかなぁ。っていうふうな映画なんですよね。まあ、早速この渇水についてちょっと読んでいきたいんですけど、そう、まあ、これもね、監督さんの名前がちょっと読みてないんだけど、凶悪、えっ、ー、と、凶悪、えっ、ー、と、苦労の地などを送り出した白石監督が初プロデュースを手掛けた、 映画、人間ドラマ。そう。うんと、同盟活性を原作にした、えっ、ー、と、この渇きにもがく、水道局員の男が幼い姉妹との交流を通して生きる希望を取り戻していく姿を描く。とまあ主役がね、あの、このね、あの、水道局員さんが主役なんですけど、水道局員さん役には、えっ、ー、と、ジャーニーズだよね。そう、あれ、うんと、幾田くんが、えっ、ー、と、主演です。 うん、まあ、生田斗真くんがね。まあ、あんまり私、ジャーニーズの子たちの顔が好きじゃないんだけど、その中でも生田くんは、私は好き。<laughs> 生田くんの顔は好き、うん。演技はね、あんまりよくわかんないそう。私正直に演技よくわかんないんだよ。そうでジャーニーズの歌も、えっと、本当私あの、ヒットしてる時にヒットしてる曲をたまに聴くぐらいなもんで、あんまりよくわかんない。<laughs> ごめんなさいね。<laughs> そうまあジャニーさんの関係で,関係で今騒がれてるちょっと前騒がれたっていうのは知ってますけどまあ何がいい何を今更なんていうところをちょっと思ってましたはいまあ、内容なんですけども市の水道局員に勤めてる岩切周作うんそう監督さんが岩井周二さんなんかまあ岩切周作さん <laughs> えっともう一回やります市の水道局員に勤める えっと、岩崎周作は、水道料金を滞納している家族や店舗もあり、料金徴収及び水道を停止する停止執行の業務についていた。ひでりは続き、続きの夏、市内に給水制限が発令され、る中、貧しい家庭を訪問しては、哀れみ嫌われ日々を送る周作。妻子との、妻子との勉強生活も長く続きの心の乾きは強くなるばかりだった。そんな折、 業務中に育児放棄を受けている幼い姉妹にと出会った。彼はその姉妹と自分の子供をと重ね合い、救いの手を差し伸べる。っていう内容なんですけど、もうね、あの、うんと、予告編のね、ほんと後編の方にね、このね、姉妹のお姉ちゃんの方がね、そう、水道止めるんですか水道止めるんですかって。 ボソっていうシーンがあるの、まあ、このね、わずかね、わずかね、多分ね、5秒もないようなシーンなんだけど、いやほんとね、そのシーンで、いや、思い出しただけでもう声がね、あの、震えてくるぐらい、いやー、辛いわ、ほんと。ね、ほんとね、この、この、このね、姉妹に、どんな未来があるんだろうっていうふうに、ほんとね、あの、そう、 まあね、この横剣見る限り、このね、水道局員の、あの、生田く、うん役の、あの、岩切、岩切修作さんがさ、まあ、助けていくっていうお話なんだろうけど、いやー、ね、ほんと、ほんとね、か、まあ、切なくなるような、ほんと横剣編で、いや、なんとか、なんとな,なぜ、もう、きっとね、最後は、まあ、ハッピーエンドというか、まあ、お父さんが帰ってきて、みたいな感じになると思うんだけど、まあ、 もうね、ほんと、映画を見る前から映画を見る中でも、まあそうなんですけども、まあ、なんとかね、なんとかあの、この二人の姉妹が幸せ、なんとかね、あの、いい方向になってほしいなっていうふうに、本当願うばっかりの、本当ね、その、見る前からもう心がね、もう、もう見る前からもう確実に泣けますっていうふうなような映画ですね。いや、これも見たいんだよな 大映画、映画、ほんとね、面白いんだよね。そう、これもね、さっきの怪物もそうなんですけど、まあ、これも多分ね、私の心に刺さるんじゃないかなと思ってるんですよ。確かね、えっと、見て面白い映画いっぱいあるんですよ。でも見て面白い映画じゃなくて、私は心に刺さる映画が見たいんですよね。そう。確かに、ね、コナンは面白いんですよ。そう、コナンも面白いし、えっと、東京、 あの、東京ラブスキャじゃなくて、えっと、リベンジャーズも面白いんですよ。でも刺さらないのハートに。刺さる映画館みたいな。刺さらない映画は、私別に映画館じゃなくて、えっと、普通にアマプラでいいのよ。で、今週の3本目は、この3本目はドキュメンタリーですね。はい。まあ、YouTube でも活躍されてるので、まあご存知の方もいっぱいいらっしゃるんじゃないでしょうかね。3本目は、 こちらです共に生きるですまあタイトルは「共に生きる書家金沢翔子」ドキュメンタリー映画ですね金沢翔子さんというとまああの書の世界を知ってる方もしくは大河ドラマとかねえっとまあテレビでもちょこちょこあのえっと活躍されてるのを見る機会があるので まあ、ご存知の方も多いかもしれませんね。金沢翔子さん、書家。金沢翔子さんです。NHK 大河ドラマの平の清盛の大事を担当するなど、今や天才書家と呼ばれるようになった金沢翔子さんなんですが、5歳からね、えっ、ー、と、お母さんの安子さんを師として、師匠として書道を始め、純粋な心で、えっ、ー、と、彼女の書、数多くの人が魅了してきました。彼女の代表作の一つで、まある、丸風神雷神、風人雷人。 はまあ京都でね検事えっ、ー、と国宝の俵屋政たちの風神大神の屏風に並んで書が納められ日本のみならず国連でのスピーチやニューヨークやプラハでの個展を解散するなど世界的な活躍を見せているっていう方ですねそうこの金沢祥子さんとあのお母さんがどのように支え合ってえっと 現在に至るかっていう、その、ドキュメンタリー、密着のドキュメンタリーなんですけど、まあ、生まれてすぐにダウン症とあの診断された、ま金沢翔子さんなんですけどね、えっと、まあ、その娘とどう向き合うか、で、どうやって彼女の才能を開花させようとしたのか、で、金沢翔子が初夏として一流の舞台に登り上げるまで、いくつもの努力を挑戦し、そして二人で支え合ってきた。 映画は、そんな彼女たちの日々の活動に密着し、金沢翔子と母、安子が共に生み出す、書道と彼女たちの幸せの果実に迫る。という映画で、うん。大丈夫ですよ。まだ泣いてない。いや、これもね、これもね、あと、絶対に、あの、心にズブズブズブと刺さるドキュメンタリーだと思うんですよ。いや、これも見たいな。 私ね本当、今週は、いや、どれもすごくね、本当、誰も、あの、うんと、確実に私のここに刺されたろうってう映画が、ボンボンボンって、まあ、三本立てで、いや、どれも見たいんだよなーそう。うーん。いやね、こういった映画ってさ、あの、なんだろうなやっぱね、集中して見たいのよ。あの、アマプラとかで見ると、やっぱね、あの、結局、なんか、 あの、家で見てるんだよね。暗い中で集中してバッて見る、やっぱ映画の面白さって、やっぱ映画館じゃなきゃ感じれないんですよね。いやー、どうしよう。うーん。見たいな、これも。そう。私もね、私書の心意があるわけじゃないんですけど、まあ、あの、黒と白の世界で、僕中で絵を描くとか絵を描くっていうのはまず大好きなんですよ。 そう、まあ、積極的に作品として発信しはしてないんですけども、なんて言うんだろうね。あの、字を、まあ、そもそもね、私、あの、あんま字き麗れいじゃないんですけど、きれいじゃないんですけども、まあ、私はね、私の大好きなお母さんの字を真似して書いて、まあ、お母さんはね、あの、女性とは思えないような、まあ、力強い字を書く方で、逆にお父さんは男性とは思えないような、か、キャシな可愛い字を書く方だったんですけど、そう、やっぱね、あの字って、 であな何て言うんだろうな。字、まあ、字を書くときこそ日本人で良かったと思うことないですね。そう。まあ、複雑な字ですけども、なんか、日本語ほど、えっと、感情を書き示すことができる、えっと、字はないんじゃないですかね。だって、ひらがな、カタカナ、今となればアルファベット、アルファベットで書かれた書道もあります。 アル,アルファベットも大文字、小文字。え、えっと、カタカナ、ひらがな、漢字、アルファベットの大文字、アルファベットの小文字、数字、数字。そうですね。日常的に私が、私たちが使っている、えっと、文字の種類だけでも六6種類ありますよ。そう。他にね、えっと、いろんな文字があるわけじゃないですか。そう。 まあそれを考えるともうとてつもない、とてつもない複雑な、えっと文字を日本語は使ってるっていうのはまあね、本当海外からね日本語を勉強しようって方は本当ね、そりゃ挫折もするわなって、私たちが英語を覚えるのは非じゃないほど難しいんだろうなと勝手に思ってるんですが、まあそのね、その6種類の文字を駆使して表現するのが、この、 このね、そうこの断晶の子の才能を見いだした、まあ、彼女がどう、お母さんにどう彼女の、彼女一流まで結びつけていくかっていうのもすごく興味ありますし、断、ま、晶、あの子供がいる、いらっしゃるあのお母さん私、お一人知ってます。はい、まあ、彼女 男性のねお子さんがまだ小さい頃本ほんと悩んでたのもよく見てますしその子が頑張ってるのも知ってるし頑張ずっと頑張り続けてるのもわかるしあの旦那さんも、えー、と娘さんもで一番下の息子さんが男性なんですけどまあ、その子たちのねまあ、えっ、ー、と頑張りなんか見てていやーなんかね、うん、これもねこれも、まあ、私がどうしても見なきゃいけない映画な気がするんですよね。 本当迷ってしまうな、迷ってしまうというかまあ、まあ全部見ればいいんだけど、全部見たらさ、私来週、来月なんて、これ全部見たいの見てたら、来月の私の予定的にはもう本当家でお水しか飲めないっていうような生活になっちゃうんだけど、もうそういうわけにもいかないからなさあどうしよう、どうしようって悩んでます。 そんなわけで今日はですね、えっと、まあ、3本だけなんですけども、足早にお話ししてきました。まあ、振り返ると、えっと、怪物、今回はね、3本だけだから振り返られます。えっと、怪物、そして活水、そして共に生きる。まあ、どれもね、ハートにブスブスと刺さるような、本当あの、日本邦画界を代表するような映画じゃないかなと思ってます。はい。 まそこまでキーアップしておいて見たとき残念ということもありますが、まあ、今回はそんな予告を見る限り今そんなことはないんじゃないかなと思ってますそんなわけで、えっと、私も悩んでますが皆さんもぜひ悩んでねのできればみんな見ていただきたいと映画館で見ていただければいいなと思ってますさあ、えっと まあね、秘宝は秘宝なんですけど、6月16日の X デーがあと半月後に迫ってきたので、もう一度、その X デーに何が起こるかってことをおさらいしたいと思うんですが、まあ、ズバリ、映画料金の値上げです。まあ、詳細は、まあ、ここにあの書いてある通りなんですが、まあ、ぶっちゃけ、えっ、ー、と、一律100円ずつアップします。はい、一律100円ずつ全部がアップしますが、まあ、12月1日の映画の日だけは据え置き1000円で見られるようです。 まあね、まあ、致し方ないといえば、致し方ないとは思うんですけども、うん、ねえ、まあ、あの、毎週毎週、あの、月、まあ、週1本とか、えっと、1ヶ月に1本とか、まあ、頻繁に映画を見られる方は、まあね、えっと、もう、この100円ぐらい上がったところで、えっと、もう、見たい映画は見たいのっていうのが、まあ、正直なところなんですよ。私もそう。100円ぐらい上がったところで、見たいもんは見たいし、まあ、なるべく安く見れればいいけど、まあ、見れなくても、まあ、 100円ならまあしょうがないか。これがいきなり、ね、3000円とかだったら多いって思うんだけど。<え>まあ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 、えっと、多分ね、毎週、毎週毎月1回、2回、3回と見に行く方は、えっと、多分ね、えっと、安い時にサービスデーとか安い時に見に行ってると思うんで、まあまあまあそうなんですが、まあね、あの、まあ2000円って大台ってことで急に高くなったようなイメージもありますからね。そう、まあ皆さんどうでしょうか。 うん、まあね、うんまあ悩みかん考えちゃいます。はい。そんなわけで、今週はここまでなんですが、まあ、このポ,ポッドキャストは毎週金曜日15時に Facebook 長岡市グループ に投稿することを前提としてお話しさせていただいています。まあですがですね、えっ、ー、と、私の YouTube チャンネル、Podcast チャンネル、えっ、ー、と、ヒリビリ放送局でももちろん配信していますので、ぜひ最後までご視聴になったついでにチャンネル登録の方をお願いいたします。 ヒルビル放送局はですね、えっと、LGBTQ の Q、クイアのマコネが、まあ、日々のね、お話をしたりとか、私の活動自体のお話をしたりとか、まあ、たまにはね、独々しいお話もしてるし、たまには勝手に悩んでるお話もするし、どうしようもない時というか、まあ、どうしても歌いたい時は永遠と歌ってるようなお話、えー、歌ってる、歌ってるようなこともありますが、まあまあまあ、えっと、のんびり、そんな私でもいいって人、 だけはお付き合いいただければいいみたいな感じのチャンネルになってますので、まあ、ぜひね、一度、二度、三度、四度、まあ、噛みしめて、まあ、これは無理だなと思うまで噛みしめてから、えっと、無理だったらチャンネル登録諦め。そう。で、まあ、いいんじゃないと思ったらチャンネル登録してください。私皆さんのチャンネル登録、そして高評価が私の活力になります。そんなわけで、今週もここまでとなります。また来週。バイバイ。